こんにちは、みんなのアイドル。霊夢さんだよ。ダマすぎる。なんで動画開始早々お前のトイレシーン見せつけられないといけねえんだよ。違いますよ。これ座ってるだけでこういう音が鳴るんですよ。乙姫みたいな感じ。こんな品のない乙姫いらなすぎるだろ。乙姫に謝れ。というわけで皆さん、私霊夢さん。ついに就職しました。おーいくらん、明日世界最後の日だって。留学行くか。いやなんで私が就職しただけで天変地異送るんだよ。最後くらい留学じゃなくて叙々苑行けや。切れるポイントがどうでも良すぎる。通過就職したって霊夢さん、倒れたペットボトルを立てるライン工とか。倒れたペットボトルを立てるライン工ってなんだよ。そんな単調作業やってたら一日でボケる自信ありますよ私。もうボケてんじゃん。嫌いない。まだボケてん。てか就職したって、ここどこだよ。私の職場ですけど。やっぱ霊夢さん働いたら働いたで迷惑かけそうだから働くのやめてほしい。死ぬしかないじゃない。何の会社なんだ。会社というか、以前脱獄を繰り返していたじゃないですか私。あの似たようなサムネイルしか登場しないシリーズのあれな、そういうこと言うのやめろ。そうして脱獄と収容を繰り返していくうち反省の色なしということでこの職場に飛ばされたんですよね。それ就職って言わないだろ。刑務作業の一環じゃねえか。というわけで今回は SCP 財団で D クラス職員として働くことになりました。 SCP? D クラス? SCP は LCC と同じようなものです。 SCP って格安航空会社なの。思いっきり嘘つくのやめろ。 SCP 財団とは自然法則に反した物品や場所存在を取り扱う組織であり、世界の正常性を維持するために異常存在を確保、収容、保護することを目的とした団体のことなんですよ。霊夢さんが難しい話してるのが面白すぎて全く話が入ってこないんだけど。喧嘩売ってんのかてめえ。買ってく物品として喧嘩売ってくるやつ初めて見たわ。要約すると、世界のために危ない存在を封じ込めてる団体ってことだな。多分そんな感じです。なんでお前の認識が曖昧なんだよ。痛い、てめえすっとこら。やんのか。これから毎日マリサの帽子にグーを1リットルぶちまけてやる。君に強烈な嫌がらせやめろ。私はお前名義で借金してやるから。すいませんでした。弱すぎるだろ。で、霊夢さんの役職 D クラスってのは何なんだ?空き缶を拾ってばらまいて、また拾う仕事でしょ。何の意味もないじゃねえか。D クラス職員は雑用係ですね。お前の役職一番下じゃねえか。仕事内容は主に洗濯清掃書類整理建設作業設備修理。本当に雑用ばっかじゃねえか。何これ?今回霊夢さんの社会復帰実況動画。社会復帰実況動画じゃねえよ。それにまだ仕事内容ありますからね。まだあるのかよ。というわけで今回は D クラス職員として SCP サイト内を見学していきたいと思います。そんな職場見学みたいなノリでやっちゃっていいのかよ。大丈夫です。インターンシップくらいの覚悟はありますから大さないじゃねえ。今日セキュリティアダム、今日もよろしくな。あの、誰ですか。今日から働くことになりました。仕事初日なのに慣れ慣れしいにも程があるだろ。 D8901 の霊夢さんです。ひれ伏せ。立場が一番下の D クラスの中でも一番下なのに偉そうだなお前。結局は気合いなんですよ。雰囲気でどうにでもなります。後で収容処分だな。なんか物騒なこと言ってるけど、なんとかなってないぞお前。というわけで早速 SCP を収容違反させまくっていきましょう。そんなことしたら世界滅びるから。世界滅びるレベルでヤバいやつが封じ込められてるの。世界が滅びるレベルじゃ済まないやつもいるみたいですよ。誰かこいつが何かやらかす前に即刻殺せ。解決方法が物騒すぎるだろ。人類の命運がかかってるんだよ。大げさがすぎる。なわけでまずは SCP-1162。オブジェクトクラスはユークリッドですね。オブジェクトクラス?ユークリッド?よくわからない。霊夢さんのオブジェクトクラス解説。なんか始まったんだけど、画面ぐちゃぐちゃにするのやめろ。このコーナーでは、霊夢さんがわかりやすく簡潔に、少し嘘を交えながらオブジェクトクラスについて解説していきます。少し嘘交えるプロセス絶対必要ないだろ。まず SCP は大きく。なんだよ。ここくらいんで証明追加してもいいですか?グラグダすぎるだろ。まず SCP は大きく、セーフ、ユークリッド、ケテルの3つに分類されます。他にもあるのか?他のやつまで解説してると35時間くらいかかるんですきっと。どんだけかけるんだよ。この3つ、右に行けば行くほどヤバいという認識で大丈夫です。セーフは安全で、ケテルが危険だってことか。実際に例を出してみましょう。例えばスイッチを押すと爆発する核爆弾。これはこの3つだと何に分類されると思いますか?核爆弾、そりゃ一番危険なケテルクラスだろ。正解は、セーフクラスです。嘘つくなんてありえない話。謝れ謝れ謝れ。嘘じゃねえよ。一見危険な核爆弾ですが、スイッチを押さないように厳重に管理すれば爆発する可能性は限りなく低いわけです。危険度ってより安全。確実に収容できるかが基準になってるってわけか。そんな感じですね。というわけで1162、オブジェクトクラスはユークリッドです。いや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 、ユークリッドってことは核爆弾よりも危険ってことだろ。まあ大抵はそうですね。いや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 、そんな右クリックしたら爆発する。爆発しねえよ。てなわけで SCP-1162、壁の穴、ですね。この穴が核爆弾より危険ってことか。わかった。穴に手を入れるたびに核爆弾が爆発するんだな。核爆弾から離れろ。こいつは穴の中に手を入れると、その人の人生でなくしたもの、あるいは探していたものを取り出すことができるっていう SCP です。え、そんなに危険じゃなくないか?そんなに危険じゃないかもですね。なんかドラえもんの4次元ポケットみたいだな。やばい、小学館から消される。ぶん殴る。ジュンクオリティ低いドラえもんのモノマネやめろ。ところで霊夢さんは穴から何が出てきたんだ。それがさっきから手を入れまくってるんですが、何も出てこないんですよね。今まで生きてていたものがないから、なくしたものも
ないし、生きてて希望もないから、探していたものもないんだな。こんな人生歩んできたと思ってんだよ。試しに羊肉をロストしたら使えるようになりました。まあでもこの SCP はドラえもんの秘密道具みたいで面白いんじゃないか。でも脳リスクで物を取り出せるわけじゃないみたいですよ。どういうことだ？何かを取り出したと同時に、核が炸裂すると、さっきから謎の核爆弾を指南なんだよ。断りします。わかりにくいからやめろ。5本、この SCP で物を取り出した際、被験者の別のものが消えてしまうようです。さっきからインベントリをガチャガチャやってるのはそのせいか。例えば羊肉を一つだけ持って右クリックした際、さっきなくした。何が起こったんだよ。間違えて何も持ってない状態で右クリックしてしまった。持っていかれた私の中身、霊夢さんの中身とかからでしょ。いやいやいや、死にかけなんですけど私。以前全裸で何も持たない状態で実験したところ、被験者の腎臓が持っていかれたという記録があるらしいぞ。羊肉食べてれば再生するんですけどね。化け物じゃねえか。心臓が出てきた。誰のだ？お前のだよ。羊肉と10日交換したお前の心臓だよ。私の心臓価格低すぎるだろ。羊肉1個分だぞ。羊の心臓ですらないのかよ。へえ。でもこの心臓いらないんですけど。マリサイル、いらねえよ。ランイル、もう一回お前の心臓だ。てなわけで次は SCP-1025、病気百科事典ですね。病気百科事典。1500ページにわたって、いろいろな病気についてこと細かに書かれている事典らしいですね。でもただの事典じゃないんだろ。実はこの事典、読んだ人物は、そのページに掲載されている病気を発症してしまうといった SCP なんですよ。霊夢さん本読んだの？え？読んでないですけど。病気発病してるじゃねえか。泣いたって健康だわ。何の病気だよ。12秒。右手がうずく。闇の炎に抱かれて、消え分けあるか今晩からお前らの晩ご飯パパイア炒めオンリーにすんぞ。パパイア炒めってなんだよ。パパイアチャンプルーや沖縄。沖縄の郷土料理で、いきなりマリサがドラクエの呪文唱え始めた。それは沖縄の方言ですねさ。そうですさ。沖縄の人ってそんなさ言ってるの。言わないと罰金レベルさ。修羅の国すぎる。というわけでこの SCP-1025、本を開いて読まなければ特に異常性は発現しないみたいですね。さすが政府クラス。触らぬ神にたたりなしってやつだな。試しに読んでみましょう。いやおかしいだろ。なんでその流れから読んでみましょう。で発想に至るのかが理解できねえよ。めっちゃダメージ食らってんじゃねえか。食らってないですよ。だってものすごい勢いでデバフ追加されてるけど。上に打ち始めたぞこいつ。この本面白い。面白い。今すぐ読むのやめろ。面白い。死んだ。世の中のためになったな。死ぬだけで貢献できるってか。馬鹿死んでねえよ。どうやらこの本は、読んだ人が病気を発症すると周りの人が思い込んでしまう SCP らしいです。なんか紛らわしいな。つまりこの本を読んでも実際に病気は発症しないのに、周りの人はあたかもその人が病人に見えるっていうはた迷惑な SCP みたいです。ややこしいな。まあ霊夢さんはマジの病気なんだけどね。誰が病人だ誰。てなわけでお次は SCP-914、全枚仕掛けですね。なんかこれは聞いたことがある気がする。この SCP は入力したもの、つまり入れたものを5つの設定、ラフ、コース、1対1、ファイン、ベリーファイン、この設定によって様々なアイテムに出力することができるというものです。いまいちピンとこないんだけど。例えばハンバーガーをベリーファインの設定で出力すると、いくら食べても無限に再生するハンバーガーになって出力されたりします。なんだそれめっちゃ面白そう。試しに鉄のツルハシをベリーファインで出力してみましょう。何が出力されるんだこれ。めちゃくちゃ掘るスピードが速いピッケルとか出てきそうだな。どうやら完了みたいですね。さてさて、一体何が出力さ。てなわけでお次は SCP。いくらなんでもごまかし方に無理ありすぎだ。一応ファインで出力したら耐久値がマックスになってました。無限に使えるじゃねえか。というわけでお次はコース、バラバラに分解する設定ですね。さあ一体何が出てくるのか。ツインオットでしょ。おいネタバレやめろ。ツインオットでした。なんか変なの出てきた。何言ってるんですか。どっからどう見てもツインオットですよ。どう見てもツインオットには見えねえよ。患者さん目が悪いみたいなのでベリーファインかけときますね。ちょっと待って、なんで私出力されかけてるの。霊夢さんをベリーファインで出力したら少しは頭良くなるかなって思って。過去にそういう実験あったから。生物に生まれ変わって数時間後に死んだっていう実験記録あるから。行きます。その話聞いてー。さあ、そろそろ霊夢さん出力できたかな。なんかさっきよくわからないこと言ってたけど。霊夢さん出し無視しても大丈夫でしょ。霊夢さん言ってる。あ、マリサ、全くひどい目にあったんですからね。とりあえずここからだ。ちょっとなんで閉めるんですか。マリサー。マリサなんだこのクオリティ。視聴者の S さんに書いていただきました。送り先間違えてますよ。間違えてねえよ。というわけで見学はここまで。うわ、生き返った。そもそも死んでねえよ。なんかさっきすごいことになってたじゃねえか。霊夢さん、カット開ければ元通り。今現在すごいこともなってるけど。すごいことって、フラッシュライトがお腹を貫通してるだけじゃないですか。あ、そっかー。というわけで次の仕事はですね、入れないんですけど。霊夢さんが入れるわけないんだよな。撮影以外の準備とかでめっちゃ出入りしてるからな。急に撮影以外の概念ぶち込んでくるのやめろ。やっと開いてくれましたね。ドアにすら全力で拒否される女。なんか雰囲気がらりと変わったな。先ほど向かってたのはライトコンテインメントゾーン。比較的安全な SCP が収容されてるゾーンで、今いるのはヘビーコンテインメントゾーン。やばい SCP がたくさんいるゾーンですね。多分ってなんだよ。どうせ私今日入職したばっかだからわかんねえんだよ。コメント欄の皆さん、いろいろ教えてください。露骨な米稼ぎやめろ。なんだこのラベルのよ。これで何の SCP が収容されてるか丸わかりですね。こんなに春意味ないだろ。というわけで今回紹介する最後の SCP-096、シャイガイ、ですね。シャイガイって、恥ずかしがりってことか。恥ずかしがり屋さんなんですよ。なんか可愛いな。そりゃもう可愛いやつなんですよ。嫌な予感しかしないんだけど。というわけでここが収容室ですね。いや壁一面ラベルで埋め尽くされてるんだけど。これで一目見ればどの辺主張激しくなくてもいいだな。中に入るにはレベル4のカードが必要みたいですね。めちゃくちゃセキュリティ厳しいじゃねえか。まあ私最高権限のカード持ってるんですけど、ね。霊夢さんが入れる時点でセキュリティザルじゃねえか。誰がザルだ誰が。
あれは社以外か。あれは社以外じゃないですね。8914で出力したレイムさんじゃねえか。私あんなに試してたのと、とりあえず挨拶をしてみましょう。こんにちは。そっちが顔なのかよ。そっちが顔なのかもわかんねえよ。あの、そちら様はどちら様で？私はここの職員だよ。君の上司に当たる。上司様でしたか、こんにちは、つなめます。上司だとわかったとたんこび売るのやめろ。今回君たちに頼みたいのはこの収容棒の点検だね。点検でも偏見でも何でもやりますよ。偏見はやめろ。それで、これが収容棒か。いやこれでかすぎるだろ。全面鉄で覆われてて、窓もないみたいだな。これじゃあ中の点検できないじゃねえか。じゃあここで SCP-096 を解説していきましょう。一言で説明すると、社以外の顔を見ると死にます。は？顔を見ると殺されます。いや、さっきまで穴とか本とかのレベルと違いすぎるだろ。ちなみに写真や映像などの記録媒体を介してみても殺されるので、収容棒の中にカメラとかは持ち込み禁止です。帰りたい。今すぐに帰りたい。点検終わるまで返さない。まあ、顔さえ見なければ無害なので大丈夫ですよ。私終わるまで目つぶっとくからな。顔に落書きしようぜ。いいね。よくねえよ。てか殺されるって、こんな頑丈な収容棒だし、脱走とか無理なんじゃないのか。ちなみに社以外は顔を見られるとそいつのことを殺そうと追いかけますが、進行中の社以外を止める方法はありません。何をもってしても走る社以外を止める方法はないということです。そういうことだよ。ちなみに進行中の社以外は顔を隠さないため、連鎖反応を起こし顔を見た人間を殺し続けます。怖すぎるだろ。放っておけば人類が滅亡するまで暴れ続けるってことか。確かにこれは核爆弾よりも危険だな。こういうのがたくさんいますからね。人類滅んじゃう。人類が滅んでも大丈夫ね。わかったからもういいよ。特に異常はなかったので、私たちは帰りましょう。1秒でも早くこの部屋この財団から抜け出したい。じゃあお疲れ様でーす。貴様たちは収容違反させた。実行犯となるのだ。え、何を言ってるんだ。なんか爆発したんだけど。社以外ってそういう能力もあるのか。ないですよ。どういうことですか。この SCP は危険すぎる。即刻収容処分をしなければならないほどに。さっきからなんか横からスライドしてきた。見ちゃったの。私もしかして見ちゃったの。もしもし葬儀屋さん。生活に対して前向きすぎるだろ。あの人の話聞いてください。すみません。仲良しじゃねえか。この SCP を収容させるためには、被害を出して危険と認知さ。もうちょっと待って。これからどうします。お墓選びたいな。怖いすぎてこっちまでおかしくなってきたわ。ははははてかあの変なのなんか言ってなかった。変なのって言うな。まだ聞こえてたのかよ。喋りたいことあるなら一遍に喋ってください。この一遍じゃねえよ。っていうか全然追いかけてきませんね。変な奴から殺してるんだぞ。それってもうすぐこっち来るにゃ。もっと早く逃げておけばよかった。もう助かる方法ないんだろ。一秒でも長く行きたい。マリサと普段から先にして。なんパースー。やっぱ殺されてんじゃん。マリサの分まで生きるね。は、夢か。夢じゃねえよ。そうはならんやろ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。終わらすな。収容違反したままなんだけど。私たち何回でもリスポーンするからセーフ。私たち以外が滅亡するだろ。次回収容違反を何とかするのかい。タイトル雑すぎるだろ。次回があるかは再生数と高評価次第ですね。急に動画投稿者の顔見せてくるのやめろ。というわけでぜひチャンネル登録高評価コメントお願いします。じゃねばい。バカやめろ。回れ